さあ、加藤さん、これからジムですか？はい。怖いですね。なんか面白いポスターいっぱい貼ってますよ、なんか。ここはお母さん用の部屋ですよね。あ、お母さん用の部屋、エクササイズ。お母さんはこういうのをやりながら、子供はその辺で遊ばせる。あ、なるほど。テレビ見ながら。おライル、お前馴染むな、お前こういう雰囲気、はい、お前日本より安心して歩いてるな。お、2階にはこんな部屋もあるんですね。これいいんちゃう、これ一番いいんちゃう。フリーウェイト、前田君すごい嬉しそうやな。いや、もう天国じゃないですか、ね、夢の国じゃないですか。はい、どうも、今日はファイヤーマンさんに筋トレを教えてもらいたいと思います、はい、すみません、今日されるのは何の種目でしょうか？これ背中ですね。背中ですか、はい、はい。何というメニューですか？これローリングですね。背中を寄せるみたいな感じなんですけど、はいはい、まあ、ラットプルダウンとはまた違うんですか？ラットプルダウンとはまたちょっと違う感じです、はい、背中になるべくストレッチって、まあ、ちょっと伸ばしてあげる、伸ばしてあげるとここからこう寄せるみたいな、はいはい、なんかグリップで切り込むっていうよりかは、はい、もう親指を外に乗っけちゃって、はい、で小指と小指からまあ中指ぐらいで引いてくる感じですね、イメージ的に。って感じですね、僕は。はいはい、はまあ結構ワンハンドでやると思うんですよ。ああ、そんな方、あ、いや、ワンハンドでやると大円ですかね、この広がり、はい、ここにピンポイントで入れれるんですよ、はい、ただやっぱ広がり逆算欲しいじゃないですか。はい、欲しいっす。これっす、これ、はい、欲しいっす。これを結構ワンハンドでやってる。これもまあストレッチかけるんですけど、ちょっとこうねじってあげた状態から、はい、ちょっとこうここからねじになる。おお、すげえ入ります。すごいな。これはもう本当にそんな高重量じゃなくていいと思う。はい、これ今だ、これちょうどいいぐらいです、僕今22キロぐらいです、はい、はい、で足もうちょい伸ばしてもいいかもしれないです、まあ、伸ばしきるっていうよりかは、はい、でこれでまた肩上がっちゃって、ちょっと落としてあげて、で肩甲骨離すって、はい、でそこから寄せます。で多分引くときに顎を上げるとより肩甲骨が引くときに顎を上げる感じです、上を見る感じ、はい、で戻すときに顎を下げる、顎を上げて戻すときに下げる。片手はもしかしたら重すぎるかもしれないので、ちょっと減らしましょう。13キロぐらいで最初。半分ぐらいですか。はい。そうです。なんで、もう少しこう、そうです。なんで、もうちょっとお尻後ろですね。はい。はい。で、効かせる場所ここです。ここです。はい。これはもしかしたらコードテクニックかもしれないです。むずいっすね。
なので、まあ、イメージ的には、はい、リラックスポーズですね。これリラックスポーズって言うんですか。これめっちゃリラックスしてますか。はい、こんな感じのイメージで弾いてあげるとめっちゃ効きます。もう一回見本見せてもらっていいですか。すごいここにここをストレッチかけるんですよ。伸ばしてあげて、はい、これめっちゃ入ってますね。むずいっすね。はい、伸びてます。もうちょい引く、もうちょい、あ、いいっすね。その動き、これがラックス。綺麗。ラックさんを出す。ラックさんやば。すごい。広がりを作る。これ。はい。でもピッチャーでもここ本当にここがあると本当に速い球投げれるので、そこでかいって言いますね、ピッチャーの人特に。あ、そうなんですね。はい。そこでかいんで、佐山さんもフォームが安定すると絶対速くなる気がするんですよね。150キロいけますか。全然いけるんじゃないですかね。はい。ということで僕はこのトレーニングメニューで鍛えていきます。佐山さん、ありがとうございました。努力は一生あなたの支えになるはずさ。きっと一緒に走って夢見た仲間はこれから何年先も宝さ。一歩一歩近づいた一体、一つ一つ深まった信頼。あなたが流した悔しい涙は人生の中で無駄にならない。甲子園がゴールならば皆でそこを目指した。向かっている道の流れ宝物を見つけた。甲子園に行けなかったそれは最後まで立ち上がって骨が折れて立って打席に立った。